2024年、令和6年、皆様、新年明けましておめでとうございます。佐藤義行でございます。昨年まではコロナだ、インフルエンザだ、また世界各地で戦争だ、大変な年にはなってました。しかし、今年はまさに新年の新年、新年の時代が、新年の幕開けが来たと。皆さん、そう受け止めてください。今年こそは新年の時代です。新しい夜明けです。平和と幸せと豊かさと、全部、まず日本から発信して、世界に発信して、最高の国にし、最高の地球にしましょう。ぜひ、また今年もぜひ皆さん、よろしくお願いします。ありがとうございました。